酷使され続けたアーセナルのサカ、ランス戦でついに負傷交代に。ミケル・アルテタ、サカの負傷について、状態は良くないようだ。サカの状態は思っている以上に悪いのか。サカ怪我ったのやばい。サカ怪我終わった。ここ最近のコンディションでミッドウィーク休ませる決断できないのがクソ。またサカ怪我とかアルテタは無能すぎんか。ランス相手に中途半端に疲労が明らかに溜まってるサカトールでゴールを先発して特に見せ場もなく早めに下げるならきっちりターンオーバーしてくれ。サカを酷使し続けた結果かな、昨シーズンからの上積みがないんだよな。坂の怪我がひどくないことを祈るまで。